チェーンソーマン見たマジで面白かったよな。あんな過激なの見て面白いって言ってるの。幻滅。確かに過激だから見る人選ぶけど、幻滅されるほどでは。だって黒猫マトの人かわいそうだったじゃん。あんなの見て何が面白いの。んいや、それ5年くらい前に黒猫マトの営業所でチェーンソーを持って暴れた YouTuber のことでしょ。そっちのチェーンソーマンじゃないっていうかそもそもあいつはチェーンソーマンって言わないよ。